身長は、ミャンマーの政治家、事前団体活動家、元財務官僚。第9代ミャンマー連邦共和国大統領。アウンサン・スー・チーの側近を長く務めた。イギリス統治下のビルマ・シュトラング・ウンで、ミントゥーンの次男として生まれる。温厚な人柄で人望が厚い人物とされる。アウンサン・スー・チーは、ビルマトップの英語学校だった、メソジスト英語学校時代の同級生。 1962年同校を卒業し、ラングーン大学芸術専攻に入学。1963年に、当時ラングーン芸術科学大学の一部だった、ラングーン経済大学に進み、教員として働きながら、学位の取得を目指し、1968年経済、学習士の学位を取得。1970年から、大学のコンピューターセンターで、プログラマーや、 システムアナリストを務め、1971年から72年に、かけ、ロンドン大学コンピューター科学研究所に留学。当初は、オックスフォード大卒とされたが、事実は違ったようだ。なお、1974年の一時期、アジアエレクトロニクス連盟の東京での研修のため、来日している。帰国後に、ラングーン大大学院でもコンピューター学を学び、75年に、 理学修士を取得し、同年ミャンマー第二産業小中、工業企業局課長補佐となる。1980年計画、財務省外国経済関係局副課長。1987年、アーサー・ディ・リトル経営大学院留学。1992年に退官して、国民民主連盟に入党。スーチーの自宅軟禁中、外部との対話を取り持ち、食料や、 医薬品その他の生活必需品を提供したという。2000年に、アウンサン・スー・チーがヤンゴンからマンダレーに移動しようと、下のを補助した容疑で9人の活動家と共に、逮捕され、4ヶ月間にインセイン刑務所で拘留された。事前事業や開発プロジェクトを扱うスー・チーの、同金チー財団の運営を支援しており、2012年、同財団の幹部となった。 1973年に結婚した、ツマススルウィンは、NLD の会員議員で、会外交委員長を務める。ギフユルウィンも、NLD 創設者の一人。2015年11月8日に実施された、総選挙で、NLD は、圧倒的な勝利を収めた。ただ、軍事政権下で制定された憲法の規定では、外国籍の配偶者や子を持つ者は大統領になる。 ことはできず、イギリス国籍の息子を持つ NLD 党首のアウンサンスーチーは大統領就任資格を奪われている。新政権を担うこととなった NLD は憲法の条項を棚上げするなどの措置によってアウンサンスーチーの大統領就任を模索したものの、そうした措置には軍部が強行に反対した。これによって NLD はアウンサンスーチーの側近であって、その 代理を務めることができる人物として、陳町を自党の大統領候補に擁立した。2016年3月10日に、陳町はミャンマー議会で大統領候補に指名された。3月15日には、正式に大統領に選出され、3月30日に大統領就任式が上下両院合同の連邦議会で行われ正式に就任。健康問題を抱えていたが、 2018年3月21日に大統領職を辞任した。アウンサン・スー・チーはかねてから、新大統領は何らの権限を持たない区靴であって、すべてを決定するのは自分であると明言していた。新政権ではアウンサン・スー・チーは、外務大臣兼大統領府大臣、さらには新設の国家顧問につき、政権の実権を掌握する体制を整えた。 大統領選で落選した他の二人は副大統領になる。一人目は軍人議員団が擁立した元中将でヤンゴンカンク首相のミンスへ、二人目は NLD の国会議員で少数民族陳族出身のヘンリー・バンティオ。ありがとうございます。